じゃあ、私は部活だから。ああ、頑張れ。ありがとう。竜兵たちは、今日もあれ？そう、無理しないでね。大丈夫。ありがとう。ことにしては塩らしいことを。うるさい。俺もバイトだから。お互い頑張ろうな。さて、当日の動きを説明する。ということだ。つまり、月曜日までに原稿を完成させる必要はないと。そうだね。古谷が読もうとしたところで、僕が入って演説するから。私は座席で見ることにする。竜兵、大変だと思うけど、頑張って。原稿はどう？月曜日は読まないにしても考えることには変わりないからね。会話禁止ってことになったら、私本当に何も話さないから。大丈夫、隣にいるから。話し方は教えた通りできると思うけど、心配だったらもう一度鏡で練習してみて。そう、それで声はワントーン高くね。何？ん？そう。竜兵は訴えかけるというか、声がいいの。だから自信持って演説ではそれがちゃんと活かせるようにね。おはよう。とうとう今日だね。起きてる？あ、修介、応援演説するんでしょ？大丈夫なの？まあ、頑張ってね。言われなくとも。フリア、早かったな。朝礼は出なくていいから、行動に来てくれ。
うん。どうだ？緊張するか？僕は練習しないから、イメトレでもしてるといい。様の演説、新聞委員の子たちは最前で見られるんだって。そうそう、竜兵、大丈夫か？見れるって言っても写真とか撮らないといけないでしょ。あっちの応援演説は緑さんか。当然ちゃ当然の話か。そうだけどさ、私も新聞委員になっとけばよかった。だがな、こっちには俺の応援演説がある。川田修介の演説原稿を攻撃表示、緑さんにダメージ、そして宇田川にダイレクトアタック。え？トラップカード発動。ミオの演説。攻撃表示の相手モンスターを墓地へ。みどりさん？え？ああ、ごめんなさい。私もアニメ見てたから。なんか意外ですね。いい意味で。さて、墓地に送られたわけだが。でもこれな、徹夜して書いたんだぜ。竜兵、そんな気持ちじゃ勝てないぞ。静かにしてください。これから立ち会い演説会を始めます。立候補者は壇上に出てきてください。それではフリア君、お願いします。その応援演説をいたします、2年2組川田修介でございま。ちょっと待った。この応援演説は僕が行いたいと思う。え？僕も生徒会長に立候補しました。でも僕がどんな演説をしても僕は古谷に勝ってしまうだろう。でもそれって不公平だと思わないか？容姿が劣っていたり学年が下だからといって公平に判断してもらえないなんて
それは選挙とは言えないだろう。そんな中で立候補した古谷に僕は可能性を感じる。そもそも次期生徒会長は本来2年生がなるべきものだしね。僕は古谷を支持します。よって立候補は退き、今回は信任投票としたいと思う。もし意見がある者がいれば前に出てきてくれ。ミオ、本気なの？そうだよ。竜兵、どういうことだよ。いるわけないよな。もしいたら古谷のように立候補しなければおかしい。それからもう一つ、信任投票で古谷が生徒会長になったら僕と直接対決してもらいたいと思う。古谷が本当に生徒会長にふさわしい人物かどうか確かめるためだ。やり方はお互いマニフェストを用意し、どちらが書いたものかわからないようにして発表し、共感できた方に投票してもらう。これで出た結果なら誰も不満ではないだろう。異論はあるか？なければ今日は公約は発表せずに投票してもらう。僕の考えに賛成なら信任にしてくれ。演説は以上。さて、あとは生徒会室で待機だ。ありがとうございました。それでは皆さん、教室に戻って投票用紙に信任か不信任か書いて提出してください。